でも、ということで今回は弱いスキンランキングというものをやっていきたいと思います。まあ、それぞれ俺が持ってるスキンの中での弱いスキンランキングということで、ね、選んでいきたいと思います。弱いスキンって言ってもね、自分で使ってて何見にくいみたいな、操作しづらいって点での弱いと、あと敵から見てなんか弾が当てづらくて弱いっていう弱いのね、2種類がね大まかにあるから、まあ、とりあえず選んでいこう。あ、早速出てきたな。このマニック、早速なんですけど、これモサスキンじゃないのって思うじゃないですか。これね弱いんですよ。ガチで俺が本気で考えて弱いランキングに入れるとしたら、こいつはしっかり入ってきますね。こいつはね、体は地味な色してるけど頭だけ赤いじゃないですか。これワンボックスの中での打ち合い、ショットガンマジで体感当てやすい。これあると思うよ。頭だけね蛍光色とか明るい色、目立つ色だったらね、まあね、体感頭に当てられやすい気がするし、俺も当てやすい部類だね、これは。だから頭狙いやすいっていうので、こいつは弱いスキンリスト入りだね。はい、続きましては、これ。バナナスキンもちろん入ってきます。これ、使っててマジでやりづらい。マジで見づらいって理由での弱いスキン。まあ、縦長のスキンはね、でもね、縦の当たり判定がね、謎だから。敵から見たら正直強いんじゃないかって思うけど、まあ、自分が使う分にしたら弱い部類だね。これも弱いスキン。ランキングなんでね、一番弱いスキンを思うのと早速発表いたしますとね。あ、これだね。はあ、みんなもご存知、無料スキン代表、クリスマスツリー。いや、これはね、なんか、ノーマルモードのなんか、ボットに出てきそう感すごくない？このクリスマスツリーでなんか棒立ちで撃ってくるイメージすごいわ、ボットが。これがナンバーワン、これが1位の弱いスキン。あと他で言うとバナナとは違って何、横幅がでかいスキン。横幅横幅、これとかね、これとかももちろん操作しづらいね。これとか、これとか、あとガフとかもね。これもね、自分が使う分には難しいけど、相手から見たら何、横幅の当たり判定がさ、わかんないからさ、ブルータスなんてこれさ、肩打っても多分弾通んないよ。それを考えると、まぁ、ちょっとね、逆に言えば強いスキンなんだけど、自分が使う分には弱いんで、これも弱いスキンランキング入りですね。で、また別の意味で弱いのはこれだね。忍者とかこいつとか。この二人、キル数によって何、見た目変わっちゃうじゃん。忍者7キルしたら8巻き、伸びきるじゃん、めっちゃ。お尻ぐらいまで。だから、こういうスキン使ってたら、まあ、何、スキンの見た目でどんぐらいキルしてるかバレる。強さがバレるから。まあ、それもまあ、あんま強くない部類には入るのかな。まあ、そんな感じでね、ティアメーカーというサイトで、適当に選んで、並べてみたんで、多分今それが出てると思うんですけど、どうでしょうか。まあ、なんかレイブンも入ってますけど。まあ、本当はいっぱい並べたかったんだけど、ちょっとスキンの種類が多すぎて見つけるのが大変すぎた。だからちょっとこんなもんだけど、まあこういうジャンルのスキンがこういう感じで弱いっていうので並べてみました。どうでしょうか。じゃあ一番弱いスキンでとりあえずビグロイしていこう。じゃあグライダーも弱そうにしといたよ。強そうだな、むしろ上に上がっていきそうなグライダー。あ、ピッケルも弱そうなの選んできましたよ、ちゃんと。やばい、弱すぎるスキンをチョイスしすぎて運がカンストした。最初の宝箱で紫ポンプ、やっぱりね、マイナススタートの分やっぱプラスのねものが得られるんですよ。ほらジャンパーも出たし、いや戦ってない。やばかわいそう、助けるわ。俺が助けたぞ。結構クリスマスツリーいる気がするわ、マジで。ボットでこんな感じで壁一枚だけ貼って、で名前の一番後ろに何数字がついてる、ボットこうやって。いや、これ運がカンストしてるよ多分。このピッケルとこのクリスマスツリースキンのせいでいいアイテムしか出ないよこれ。ほらラマもいる。なるほどね、弱いスキンを使えば運が乾燥するんだな。いいね、贅沢すぎない。
ちょっと漁っただけで武器も回復も資材も極上なんだけど、いや勝てるか心配だなこれ。いけるかな、ガチでこのピッケル一番弱いと思う。でかすぎるもん。あとなんか振ったらさ、後ろにさ向かってくるじゃん、なんか 3D でマジ目障り。これにレイブンとかはもう毎試合最初にキンポン出るだろ、運的に。ほうきが欲しいな。アリーナにもほうきあったらいいのに。前シーズンはほうきあったのに。見つかった。これ絶対人いるっしょ。あれ？何これ？え？え、ここ、エンダーマン？え、怖すぎだろ、これ。何これ？こっち来ないで、こっち来ないで。足速いな、意外と。何が有効、これ。Oh no!次フィールド展開できるんだ。やだ、これやれないの？これ知らないんだけど。わお、どっちが狙われてんのか。俺が狙われてたのね。めちゃくちゃ戦いづらいわここ。あのフィールドの中でしか倒せないんだ俺。あれ、これ弱いスキンじゃないかもしれん。色が同化してるぞここらへん。やめろー、こいつ村ポンじゃん。怖いな、キンポンは。やばいやカオスなアイテム多いな。金カロじゃん。ナインティーンかよ、ナインティーンかよ。え、おっ、カオスすぎないこのモード。え、ツリーだ、ツリー仲間。お前も最弱スキン縛りか。いや、それは草ですね。普通にいるもんだな、無料スキンの組
クリスマスツリー意外と使ってんだな。何このゲーム、これが今のノーマルソロか、えぐいな。ほうきとさ、ランチあるからさ、下手したらさ、アリーナよりも倒しづらい敵、とんでもねえ。まあ、ベノムがないだけマシかな。あれが一番しょうもなかったからね。あれのせいで何度しょうもなしをしたことか。対策法がないもん。今ので入り込めてんの。おう、大きい、便利すぎる。ボブ、ほうきで建築ってどんぐらい壊れる？あ、壊れない。怖すぎ。出たー、アーマードウォール。あ、資材ないのか。あるぞ。